おはようございます。SPL グループの東京ではね、会長職をやらせてもらってるリオと言います。で、今日はね、基本的には色っぽいとか、あと、ちょっとプレイヤーの本質的な部分とか、マインドセットで、それをちょっとやり続けてるセミナーがあって、で、それをやらせてもらうということで、では続けていきます。で、まず大前提、飲み営業ワイワイワークというふうに書いてます。で、飲み営業で超売れるのかというふうに書いてます。まあ、みんなからしたらね、ちょっと、どういう営業か俺皆さんは知らないんだけど、どういうことかなと思うと思うんだけど、今日に関しては、ここは一回忘れてください。むしろ、自分が、俺の営業だよ、ワイワイだよとか思ってるのを逆にちょっと否定する頭。要は違う思考から見てほしい。で、思考から見て、あ、確かにこうだなとか、いう風な見方をしてほしい。いや、俺はこういうパターンだし、俺はこうでお客さんハマってるしとか、そういう思考っていうのを一回捨ててください。こういうお客様にもこういう風にした方がいいかもしれないとか、いう、ちょっといろんな目線で、ちょっと頭を柔らかくして見てほしいなと思います。では続けていきます。で、発展のさせ方というところを見てください。まず、ポスト言ってくれ、近づく女の子を選定しておいてください。これ、入店した半年ぐらいの男の子とかに多いんだけど、送りめっちゃ多いとリピート返ってきません。送り多いのになんか売り上げ上がりませんみたいな。これなぜかというと、人に合わせて接客をして、送りをもらいに行こうとしちゃってるんだね。これまで送りはいらないです。邪魔なんで。じゃあ何が欲しいかさ、みんな売り上げじゃん。お客さんじゃん。じゃあ、自分にちゃんと合う人選んでいきましょうよ。この人喋っててしんどいな。でも合わせよう。合わせました、送り。取らなきゃ。じゃなくて、喋っててやっぱこっちで楽しくないとダメじゃん。で、こんだけ人数いたら、誰かはマッチングするわけだ。合うな。そうなった女の子をブロックされるか、エースになるかまで関係を濃くしようっていう頭でいてほしい。なんでかって言ったら、よくあると思うんだけど、なんとなく LINE してます。続かへんなとか、やっぱあると思うんだけど、それなぜかというと、誰でもいいから送り欲しい。じゃないと思うから、僕はね、新規に作る、口説くと言ってるけど、要は、口説きたい女誰でもいいですかっていうところ。じゃないじゃん。ある程度自分の中でボーダーでしょ。でも、ボーダー以下も、お客さんの中でボーダー以下でも、頑張ろうみたいなことをやっちゃうと、仕事楽しくないし、その女の子のこと本当に口説き切ろうとは思わないじゃん。だから、新規ついたとき、ちゃんと選ぶ。で、その選ぶ基準とも自分でしっかり持ってる。私お姫様みたいな女の子これちょっとあんまり苦手。けどそれ以外はまあ基本的にいけるから、こういうジャンルの女の子は、俺は絶対的に攻めに攻めようって、すぐ会いに行ったり、すぐなんかアクション、アフター行ったり。なので、お客様はちゃんと選んでやってください。で、もう一つ言うと、さっき口説くという言葉を使って、最初にワイワイはダメですよ、みたいに言ったけど、女の子は最初の10分から30分以内で、目の前の男の子のことを異性か、友達か、このフォルダに入れちゃう。これがね、友達フォルダから異性フォルダに入ることも稀にはあるんだけど、この30分以内っていうのは結構大切です。まあ、これにいろんな見た目、声質、まあ、いろんなものがあるんだけど、ただワイワイってやっちゃうと、やっぱそっちに入りやすくなっちゃう。だから新規っていうのはこう盛り上げって思っちゃうと、なんかもったいないなぁと思うんだよね。別に盛り上げるのもいいんだけど、合間でちゃんとそういう色言葉入れたりとか、私に興味あるんだなって思わせる。言葉遣い、質問の語彙っていうのがすごいよね。じゃあどういう質問をするかとか、絶対的に同じ話でいいよ。だって一回しかつかないじゃん。一回しかつかないんだから、その一パターンの質問、会話、ツッコミ、そこは拾い方、一パターン持っといて、それをブラッシュアップして自分のものにした方がいいじゃんっていうのが俺の考え方。だから俺基本的に心理同じ話。同じ話、同じ拾い方、同じツッコミ、同じボケ、同じ言葉。やってるから、この同じものに対してはすごく上手。だけどみんな結構変えちゃうじゃん。毎回。この人どう使うってやっちゃうと、なんかいろんな人に送りもらっちゃったりとか、なんか自分が実はあんまり苦手だなと思ってる人に言っちゃったりとか、合わないなみたいな人に掴んじゃったりとかして、やっぱこう、攻めきれなくて、女の子自体も本気になる。だからちょっと女の子の設定はしてほしいな。で、好きな人になるためは大前提好きになってもらわなきゃダメだから、ちっさい振り子っていうのが書いてあるんですけど、ちっちゃい振り子っていうのは、いつも俺が押してるのは、未読無視よりって言うんです。未読無視されて時間がいっぱい経てば経ったりするほど、どうでもいいんだなって思う。だからもうめんどくさーとかなっちゃうんだけど、既読無視っていうのは、相手からすると、なんで読んだのに帰ってこないんだろうとか、なるわけよ。寝てるとか思わないじゃん。未読無視だったら寝てるとか忙しいんだろうなとか、なるかもしれないけど、既読無視っていうのは、いろいろこう、女の子って考えちゃったり、例えば、私なんか変なこと言っちゃったかなとか、LINE ちょっと微妙だったかなとか、
ランキングとか、いろいろ考えるのもすごく大切で、どんだけ自分のことを考えさせるかっていうところに、最初はめちゃくちゃ入るので、ね、じゃあ、インスタの使い方とか、ツイッターの使い方とか、例えばね、従業員と名刺も来ました、ね。パッと撮って、まあ、従業員といますって書くじゃなくて、じゃあもうイルミネーションで撮ってみて、まあ、見たらどう思うんですか、イルミネーション行ってる誰かと言ってるんだろうか。その後に従業員とで、いいじゃん。この考えた時間っていうのが大切。なので、もうちっちゃい振り子は、これだけ考えさせてやるということだと思っててください。で、このさっき言った相手のことを知る、教えて教えてっていうのを習慣化してほしいです。そうすると、教えて教えての行く先っていうのは逆に皆さんのことを聞いてきます。人っていうのは心理的にね、聞いた以上は答えなきゃダメだと思っちゃうから、例えばね、シャンパンの煽り方とかも、みんなね、こう難しかったりすると思うんだけど、なんか理由をつければつけるほど、人ってなんか怪しいと思っちゃうんだよね。特に下手だな、俺が煽るのって思う人もストレート言った方がいいです。ね、シャンパン下ろしては。でも、こうがなんでって聞いてきたときに、実はこうでこうでこうなんだよね。相手はなんでって聞いた以上、やっぱり言うことっていうのは聞きやすくなっちゃう。だけど、理由をごちゃごちゃ言われると、やっぱりどっかで否定的な。なので、まあ、相手のことを知るという上で、教えて教えてとしてると、向こうも教えて。なんでホストしてんの？これ聞かせたら、めちゃくちゃ、結構ね、うまくいきやすいです。なぜなら、さっき言ったストーリーをそこで、バッと入れる。こんなストーリーがあってしてんだ。なるほどな。ってなったとき、自分のこと好きな女の子だから、そしてホストクラブに行く。なので、皆さん、なんでなんでと、教えて教えてっていう精神持って、積極してほしいなと。